業務車1号級型の業務車1号業務車1号は、陸上自衛隊に装備されている車両の名称。駐屯地内外で人員の輸送、簡単な物資輸送などに使われる。駐屯地内で使用するほか、紅用で駐屯地外に出るときに使用する。職務遂行上、紅用で駐屯地外に出ることの方が多い。主に OD 職の日産。 セドリック版、トヨタクラウン版が納入されていたが、車体の安全基準強化や排出ガス規制強化への対応が難しくなったのと補修部品の補給の問題で平成十一年度から日産アベニールワゴンになった。さらに二千三年頃から日産プリメーラワゴンや日産エキスパート、さらには日産ウィングロードに更新されたが、生産中止になったこともあり三菱。 ランサーワゴンや、スバルレガシーワゴン等が納入されてきた。近年はこれらミドルクラスのステーションワゴンは軒並み、生産中止や使用してきたグレードの廃止が、相次ぎトヨタウィッシュなどのステーションワゴン型ミニバンを納入する、事例が増えている。2006年から、経費節用と維持管理の問題から特注色である、OD 色塗装から使用変更し黒色塗装が、使用となった。今後、 業務者1号が更新される際には、黒色が標準設定されている車種が納入されることになる。トミーテックの MSS シリーズから、日産セドリック版陸上自衛隊業務車1号としても経過されている。主に駐屯地業務隊においては1両が最低でも配置され、隊員の送迎業務などで使用されている。業務車3号や、 乗用車と違い用途に関しては特に指定がされておらず、車両に余裕があれば、隊長の送迎にも使用されるほかに、駐屯地援護センターによる隊員の援護活動等、総幹部の一等陸佐の課長、師団等司令部において、司令部部長職及び、断交急爆料等の通勤送迎にも使用している。業務隊においては、2両以上の配置があれば1両を、隊長者、 一両を隊員送迎、業務用途に使用する。その対地差指定職の部隊にも配置され、主として体調送迎者としても活用されている。音楽隊では主に演奏会や各種支援での移動時に体調車として使用している。体調であれば階級は不問である。また通常は業務者一号、人員輸送車、楽器運搬車の三両構成であるが、 大きな楽器を使用しない2から3名による演奏会や学校への説明会などでは、業務者1号単独で移動することもある。自衛隊地方協力本部などで使用されている番は、白塗りの業務者2号である。納入条件、全長 4800mm 以下、全幅 1790mm 以下、排気量 2000cc 以下が2009年度以降の使用書にて指定されている。 一左職の幹部送迎用は、内装も本革シートに変更するなど、業務者3号に準じたものに変更している。ありがとうございます。